せーの、アボカボ。カボです。アボチャです。金曜日になりました。なりましたよ。今週は、はい、アボチャお掃除頑張りすぎてお腹おやしてました。ちょっといい？はい。それだけ言うとさ、アボちゃんめっちゃ頑張って掃除してお腹下しちゃったっていう感じになるでしょ。そうですね。そうじゃないじゃん、ちゃんと言ってよ。そうですね、まあ、カボさんがどうしてもアボちゃんがお腹をやした理由をね、うん、今回動画にしたい、なんかしょうもないことなんですけどね、はい、動画にしたいと言ったので、はい、アボちゃんがねお掃除したんですけどね、はいはい、お掃除内容がね、掃除した内容がね、ゲームを掃除したってことなんですよね、はい、そしてまあ温めるのを忘れてちょっと冷えすぎてお腹をやしちゃったっていう、ただそれぐらいの内容ですよ。あのゲームのカセットをお掃除したんですよ。そうですね、アボチャさんは、はい、でその真剣になりすぎて寒い部屋で一生懸命掃除してたから気づいたらお腹を下しちゃった。そうですね、おやしちゃったっていうことなんですけど、うん、なんか最初の冒頭でさ、掃除をしてお腹壊しちゃいましたパチパチパチとかって言ってたら、うん、前回の動画で縁側を掃除したいっていう話から流れ的にはアボちゃんは縁側を掃除してお腹を冷やしちゃったのかなってなってるけど、そういうわけではありません。そうですね、そこまで考える人いる？いるかもしれない。なんかカボさんが最近ずるいずるい言ってる。そりゃずるいじゃん。なんか自分ずるいじゃん。アボちゃんもさ、なんか意地汚くてさ、体調を崩したことを言ってほしいって言ってね、はい、自分は和菓子食べ過ぎていいね、炒めたもんでね、はいはい、アボちゃんもなんかって言ったけど、何この動画。分からない。大丈夫かな。ただ単にアボちゃんが年始にそうですねカセットを拭いてお腹を痛めた、ね、そうね、しつこく掃除してましたね。まあそんな感じでね。そしてね、カボさんね、今回ねお見舞いというかね、なんか差し入れ。そうよ、お腹が痛い、何も食べれないって言われたけど、だからアボちゃんがお腹を壊してて何も食べれないとかって言ってたので、そうですね、持ってきたわけですよ、アボちゃんの好物を。そうですね、今画面に映しましたこの2つなんですけど、カボさんってね、なんかね、はいはい、アボちゃんの差し入れはこのチョコボールの方で、はいはい、大きい方はなんかカボさんの自分の分って言ってね持ってきた。そりゃそうでしょうってなるでしょ、ね、まあ、アボちゃんはあれじゃん、あのチョコが食べたい、まあそうですね、チョコが好きなわけじゃん。隣にあるのはココアだからチョコには含まれないっていうさ、ルールがあるかな。よくわかんない。よくわかんないけど、まあカボさんそうやってちょくちょくね小石投げてくるんですよ、はいはい、アボちゃんに、ね、まあだけどここでちょっと待ってよ、僕も欲しかったよっていうのみんなね期待すると思うじゃないですか。カボさんもそれ期待すると思うんですけど、期待してなんかちょっとしょぼくれながらチョコボールを食べてる絵が撮れるかなと思ったんですよ。まあ、でもアボちゃってね、まあそんなね食べ物にはめちゃくちゃがめついんすよ。そう、がめつかった。だからいくらじゃチョコボール食べたとしてもね、隣にあるねこのカボさんのエリアに侵入してね、めちゃくちゃ早くね口の中入れてやったよ。コロネ半分以上持っていかれましたね。そうですね、だからまあお腹をやしてるのになんかこんな食べていいのかって思ったんですけどね、まあ、知らん間に食べたらね、はい、なんか何ともなくなっちゃったもんでね、はい、完治したらしいです。完治っていうか、まあいつの間にかに治ったって感じですよね。はい、まあ、こんなんでいいの？わかんない、やばい。でもさ、こんな感じなのよね。そうですね。でカボさん、はい、アボちゃんのこと言って一本動画作るって言ってそれで終わりじゃあまりにも不安すぎるわ。それは思った。ということで、はい、作品紹介です。今からはい、新作です。新作ですね。パチパチパチ。でカボさん手叩いてねえじゃん、口だけでさ。あ、サザンカですね。白と赤のサザンカを作ってみました。繊細な感じでいいですね。そう、可愛いですよね、可憐な感じ。サザンカ知らなかったもんで、サザンカ実際に見て調べてみたら、はい、あ、やっぱりこういう形なんですね。そうなんですよ。ちょっとハートっぽくなってるのも意識してるんですか、花びらの形を。そうそう、そんな感じで、お花もなんか6輪のお花っぽい感じ。あ、そうなんですね。やってますね。
あとなぜこの時期に作ったかっていうと冬のお花なんです。あ、そうなんですか、はい、じゃあ今からも見に行けるってことですか。そうですね、お庭に咲いてるお宅もあるかもしれないですね。あ、そうなんですか、こんな綺麗な花が咲いてるんですね。そうなんですよ。で、あといいなと思ったのがサザンカの花言葉、はい、一つが困難に打ち勝つって意味がある、はい、あとひたむきにって意味もあるので、はい、勉強になります。そう、いいじゃないですか。ひたむきにと困難に打ち勝つっていうのが花言葉なんですね、はいはい、あ、初めて知りました、はい、冬のお花って強いですよね。あ、そうですね、冬を耐えて耐えて花咲かしてるってやっぱそういうことなんですね。きっとそうだと思います。こちらの作品はクリップピンですか。はい、このサザンカの金具はクリップピンにしてありますね。クリップピンなのでね、すごく使いやすいですね。髪の毛につけてもらってもいいですし、ストールとかにワンポイントに使ってもらってもいいですね。そうですね、アボちゃんもストールにつけたりとか洋服につけたりしてるので、男性の方もね、さりげないおしゃれで楽しむことができます。こちらのクリップピンは男女ともにすごく気軽に使えるアイテムですね。そうですね、お花をねワンポイントにつけるとテンションが上がるかなと思ってますね。そうですね、テンション上がりますね。今ではアボちゃんもクリップピン欠かせないです。はい、